とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新です。やっていきましょう。特にいいやつはありませんね。がいい。あ、意外と敵多いな。こっちに上がったらいい？ああ。まあ、一応壁使って戦っていきましょうか。意外と遠距離が多いので戦いにくい。 OK。 おい、ちょっとお前もいるの？嫌なやついるね。 OK。 なかなか凶悪なやつが最初から潜んでます。ちょっと注意ね。1回クリア。いらんかな。ブラストでなんか落としていくっていうのもありかもしれませんけども、まあまあ様子にしましょう。 OK。 まだ全然様子見していいところですね。よし。で、30回だから、まあまあまあ時間はそこそこかかるでしょう、おそらくね。 OK。 ここである程度倒しといてあげれば楽になるはず。で、残り3体。よし、2回楽勝。特に難しいやつもいいな。いい。次、あ、羽ぴょんいけるね。羽ぴょんできるね。いいかな。いや、意外とエンチャントが好きな感じだわ。火属性、うん、蜂もいいけどね。ちょっと火力特化でやっていきましょう。まあ、クリーパーがね、出た時とかに結構対応しやすいので、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。うん。で、ソウルもね、たまるっていうのでいいでしょう。 OK。 できればね、衝撃波か旋風がついててくれれば嬉しかったけども、まあまあ十分な性能よ。 OK。 いいね。よしよし、うん、なかなかいい装備じゃない。終わり。よし、3回クリア。あー、ちょっと待って、メイスもあるな。やい、種で、うんうん、ここは結構ね、種が使いやすい場所なのよね。使っていこう。敵がブワーッと出てきたときに、まあ、一気に倒すような形で使っていきましょう。しゃあ、いいね。終わり？少ない。4回少ない。ああ、もうこれ影でしょ。うん、おー、なるほど。まあまあまあ、うん、影間違いない。影の断片出た時はもう間違いないのよ。あ、ちょっと待って、あ、やっぱり影とついてる。でもまあまあ、この武器で使うこともないか。うん、この武器で影とすることもないでしょう。 OK。 ナイス。危ねえ危ねえ危ねえ。待て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 、痛い痛い。待て待て待て、いやいや、ちょっと待て、防具欲しいな。なんかちょっと待って、敵が結構出る。
オッケーオッケー。いやいや、これ範囲武器欲しいな。これちょっと範囲の武器がここ欲しいですね。オッケー。よし、ちょっと待って、トラップにわざとかかってあいつが呼ぶ。いやいや、あ、なんとか一体倒した。おっ、おい、結構きついって、結構きつい。あ、でも俺武器変えてて、あ、危ねえ。よかった、敵多いわ。おお、あ、この武器よかったよ。おお、結構簡単に倒せるし、あのソウルたまるんで影と使いやすいわ。そうね、ヘビークロス取って矢を増やそうか。うん、矢増やしながら行きましょうか。なんか序盤ね、何も取るものがなかったら爆発とかヘビークロス、うん、あとなんだサブリューイング的なやつ、あれいいよね。うん、あ、待って待って待って、危ねえ危ねえ。出るんかい。ちょっと待って、まだ出るでしょ。もう出ない。危ねえ危ねえ。いやいやいや、ちょっと待って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 、出るかなと思ったよ。オッケー。いや、なんかね、うんうん、出たよねって思ったんだ。いやー、いや、よくないね。特にいいやつは出ません。まあまあまあ、待て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 、おい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 、ちょっと待って待って待って、多いって。ちょっと一気に行きたいステージだけども、いきなり足止めされた、危な。いや、むしろこれ一気に行ってたら危なかったか。ちょっとあのクリーパーの数はちょっとやだな。うん、あれがちょっと端っこで追い詰められたら危なかったかも。うん、7回クリーパー多いね、ちょっと注意。えい。あ、でも最初だけか。うん、注意は最初だけっぽいね。オッケー、いいね。よっしゃ、終わりか。まあ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 、そこまで問題はありませんね。リーパー注意。おお、ダイナモはついてるね。いや、でも愛のメダルでしょ。うん、ちょっとこの序盤で怒り取るのちょっと怖いな。オッケー、いっちゃって、愛のメダルを最大限活用していきましょう。せっかく取ったからね。 OK、 いいんじゃない。 OK、 あ、もうだいぶソウルマックスに近いね。楽勝、どんどん使っていけそう。あ、で商人か。いや、うん、むずいな。まあ、一応一撃がこれでかいので、まあ、最悪影化してぶち込んでいきましょうか。防具上げる気はないもんな。ならもうこの影突入れて、もう最後まで使っていく感じに
しとこうかな。うん、間違いない間違いない。オッケー。さあ次ボス、ボス、あボスだね。行きましょう。何が来る？上か。あっ、あ、あちょ待て待て待て。ヘビークロスボウ。よし。ナイス。ナイス。ああなるほどね。昔やったことがある。はいはいはい。あならこれヘビークロスボウか、最初に出たブラスト。あれで落としちゃえば、ああいいね。変え、変えよう。いきます。もう武器欲しい、武器が。さすがにもうきついよ。え、ちょっと今回意外とむずい。意外とむずいシーズンかもしれない。なんかそう思ってきた。オッケー。危ない危ない危ない、いけいけ。バカ。オッケー。ナイス。あやっぱ意外と最後まで使えてるね。あの最後っていうかここら辺まで。あ、いやいい武器だったわ。うん、いやいやいい武器だった。でもそろそろ変えたい。おっとバブルバースト、いいけどね、すごいいいけど、もう変えよう。さすがにもうきついわ。まあガーストぐらいでいいか。いやバブルバースターも気になったな。バブルバースターも絶対良かったわあれ。おうおうおお、いきなり来ますね。よし、 OK、 いいね、一気にいけた。今12階。ああ まだ真ん中まで行ってないのか。いやなんか前回が結構短かったせいか、なんか長く感じるね。おいけ、はい、おやるなってそういうの。よし、オッケーオッケー。いやこの斧あんま強くない。あんまよろしくなかった。てか下に一体逃げたでしょ。なんかほら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 、オッケー。まあなんかめんどくさいところですね。うわこっち強っ。あーでもまあ影凸あるからね、こっちのまんまでいいか。ビーストバーストもちょっと気になるけど、いい、もう影凸でいく。うん、バカ。バカ野郎。 OK、 ちょっと待って待って待って、ジオマンサー撃っといよ。ロマンサーは早めに倒しとこう。ナイス、めちゃくちゃいい場所に置けた。よし、いいね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 、いいよ、ナイスすぎる。危ない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 、嫌な場所ここ。え、まだこっち？ああ、いたいたいた。
や今シーズンこれ意外とむずいよ。今シーズン意外と俺むずいわ。よくねえな。エンチャントが全然よくないよ。待って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 、危ない危ない危ないよ。オッケー。ちょっと待って、なんかあのトライデントが2とかなってるよ。おお、なんかちょっとバグったかな今のは。いけ、オッケー、いい感じ、めちゃくちゃいい感じで、光が入ってるから回復するんですごくいいね。これでどう？いいね。まあ、ハゲ突で倒しきれてはないんで、ソウルはあんまたまんなかったけど、おっと、いらん。ああ、で、ここにも影があるのか。じゃあ、最初にあれ、プレートアーマー取るっていう手もあるわけね。こっちのは、こっちのは強くない？あんまりよろしくはないけど、 OK、 もう行こう。今シーズン装備選びが本当にねむずい。これむずいよ。装備これしっかりと選んでいかないとね。メダルの使い場所がちょっと難しい。しゃ、弱い、武器が弱すぎる。こんなに弱いか。まあ、とりあえず半分まで来ました。15回。いやー、装備弱いし、ステージがなかなかめんどいしで、きついよ。ダブルアイのめ、あ、いや、それならボスがいまいちになるんだよね。刀、うん、いや、今回装備選びマジで難しい。まあまあまあ、よくねえな、本当に本当によろしくないよ。本当によくない。 OKOK。 よし、いけ、ナイス。よっしゃ、いいんじゃない。風使い鬱陶しいけど、 なんか奥の方に溜まってない。奥の方にやたらいるんですけど、よし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 、 OKOK、 終わり。いやー、なんか微妙な場所。もう箱は取らなくていいや。こんだけ矢があればもう取らなくていい。いや、ほんと微妙だな。槍の方がマシだった。どうだろう。 OK、 よし、
おお。おお。まさかの快挙。オーケー。ちょっと強いやつを倒しとけ。え、もう防具のパワー不足、もう全然倒せない。待て待て待て、食べ物、よしよしよし。いや、きつい。もう耐久力がなさすぎてきつい。よし。いやー、これ装備選び今回ほんと慎重にいかないとやばいね。終わり？はいはいはい。いや、なかなか厳しい。後々になるとだいぶ楽になるかなと思いきや、いや全然楽にならない。いらんで、ここか。ここのステージ難しいこと多いよね。ここ難しいこと多いの。いや、これあれか、ダブルアイのメダル正解だったかもしれない。危ない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 、めちゃくちゃ危ねえよ。これダブルアイのメダルで、おいおいおい、このマグマキューブの数よ、やばい、やばすぎる。これはやばすぎるぜ。よし、地雷で1体ぐらい倒してくれればラッキー。 OK、 なんか倒したな。オッケー、よし。もうそんなにいないはず。もういないでしょう。防具がもうね、弱すぎてさ、超ダメージ受ける。オッケー、まあなんか食べ物にだいぶ助けられたね。ああ、ここでようやくいいやつがたくさん来た。これ両刃斧でしょ。で、ここは防具をあげる。これ間違いない防具。オッケーオッケー、ああオッケー、こっからだいぶ楽になるわ。うん、反逆者になったし、まあエンチャント良くないけど反逆者にはなったし、武器も両刃斧になって、でクリティカルと虚無入ってるんで、うん、だいぶいいね。いきます。地雷があるから初手で狙っていきたいけども、どこに出るか分かんない。こっち、まあいいんじゃない。 OKOK、 ナイスすぎる、いいダメージ入るね。オッケーオッケーオッケー、どこまで行く。待て待て待て、危ねえ、光が、うん、回復してくれるんでぴったりひっついて OK。 うーん、ポーションバリアいいな。でももうこれを使うって決めてるんで、もうそれでいきましょう。 OK、いやいや余裕のはず。21回。いやでも今回ちょっとね、取ってみたい装備は結構あったね。 OK、 危ねえ危ねえ、よっしゃ多いね。うん、あ、いやこの数だから本当ダブルアイのメダルは良かったはず。うん、で後々ね変えりゃいいんだから、終盤でなんかいいのがあればね。おーっと、悪くないね。
でも虚無が、虚無欲しい。まあまあボス次第だけどね、ボス次第だけども、虚無があった方がいいでしょう。ボスなんだ、なんかね、こういう時に限って邪悪なレースとかね出んのよ。 OK、 あれが出た時はもう虚無がないと、ちょっとね時間かかる。ナイス、オッケー。ま、おお意外と出るね、まあ、余裕だけど。ここはこれボームもね、なんかクールダウンと愛のメダル2つあればだいぶ速くなりそう。おっと、ここはパワーシェイカー取るでしょう。うん、間違いねえ。はい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 、オッケー、いいね。危ねえ、あっもう食らってるし、いけ。なんかいまいちね。よっしゃ、ナイス、めちゃくちゃ決まった。え、まだいいの、あお前か。いやいや、今のは、あー、ここにもあるの。影の断片3回出てきたよ。17秒、まあまあ2秒ぐらいだったらいいっすね。いや、いや、その2秒が意外とでかいか。いやいや、いないいないいない、いりません。うん、そのためにわざわざ取っていかなくともいいか。 OK、 もうどうせクリーパー、出るんだよね、出る気がした。で、まだいる、待って待って、いい、おわおわし、めちゃくちゃ多いじゃん。よし、待て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 、めちゃくちゃ戦いにくいけども、いやいや、いい感じになった。いやいや、これほんと影の断片ないときついって。ここ OK、でもまあまあまあ、ダミアン弓違うとこに打ってる。一応取っていきましょう。うわーすごいね。でもまあ影使っていきゃ大丈夫さ。はい、よし終わりです。いや24回もなかなかすごい感じになってるね。あー、いやー違う、いらん、いいけど、なかなか良かったかもしんないけども、まあいいさな。まあまあ、もう少しもう少し、愛のメダルナイス、もういいやつが仲間になってくれた、いいね、最強の人が仲間になってくれた、良すぎるでしょう。 OK、 隠れてるやついないね、大丈夫ね。
愛のメダルが回復して、回復しないか、まあ、使うまでもないね。終わり。いや虚無剣違う。あーこっち変えとこう。ベックスがいたのでビーストバーストもいける。ああ強いじゃん強いじゃん強い強い。そうね、まあ、虚無1ぐらい入れとけ。よし OK。 ここら辺になるともう装備が揃ってるので問題なし。いけ。よし、いいねいいねいいね、いいよ。やっぱ愛のメダルこれ2つつけるべきだわ。うん、おいおい、よっしゃ待てい。なんか嫌な場所やね。よっしゃすごく良かった。終わり。はいはいはい、あーいや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 、これもうボーンクラブよ。うん、釣り竿ありゃこっちがいいけど間違いない。あ、もうこれはもうこっからは楽勝です。まあ、とりあえずクリティカルだな。でもこれでいきましょう。超攻撃的。いやミスった。弓に虚無があるんで弓虚無を3にするべきだ。いやできるか、いやできないな。ちょっとポイント足らんか、入れすぎちゃった。 OK。 まあまあでもボス次第さ。うん、ボス次第。大したことないやつだったら虚無いらんし。よし、まあ虚無2ぐらいでも、まあ、それなりのダメージは出せますのでいいとしましょう。じゃあ、いや今シーズン全体的に時期多いわ。うん、時期が多い今回。よいしょ、ナイス。あと2体ぐらい。うい、ほんとビーストバースト狙える感じだわ。いや、いらん。いや、いい。あ、で、最後ここか。まあ、タワーレースがたくさん出てくるんでしょうね。あー、これちょうど虚無さんが入らんわ。けど大丈夫大丈夫、なんとかなるよ。なんとかしていこう。これ多分、うん、ネクロがいっぱい出てくると思ったらやっぱ出てきた。結構痛えな。まだ出るよね。よし、ナイス。おっしゃ。で、下にもネクロがいるんでしょ。あ、いないんかい。いや長い、今シーズン長いよ。うん、
ちょっと難しくって長いっていう、なかなか地獄だ。いいかな。まあまあまあ、ボンクラブでしょうね。うん、影があるし。いやー、弓の虚無がね、ちょっと悔やまれる。あと1足りないんだ。行きましょう。強打をね、1個抜かして、そっちの方が良かったけど。何が来る。あー、まあまあまあ、こいつならいいか。こいつならいいっすわ。チェックか。結構敵の火力が高え。ミスった。戦い方もめちゃくちゃだ。オッケー。はい、なんかめちゃくちゃな戦い方だったけども、いけました。ちゃんと虚無を貯めてね、攻撃していけばもうちょっと早いかもしれない。どうだ。いい議論ね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。